皆さんこんにちは。今回はですね、ある問題が、発生しましてですね、ひょっとしたら、もうすぐにですね、ネットニュース含めて雑誌でも掲載が、あるかもしれませんけども、皆さんにですね、お伝えしなければいけないというところとですね、ちょっとこれ以上はですね、動画、撮影も含めてですね、続けていくことが、できないっていう、判断になりましてですね、この動画をもってですね、ちょっと、また続けるかも分かりませんけども、だから終了とは言いたくないんですけども、一時、動画の撮影、あとこう出すことをですね、ちょっと終わらなければいけないというところに、なってしまいましてですね、皆さんのですね、信頼とですね、日頃の楽しみを、奪う形になってしまいまして、本当に、申し訳ありませんでした。事情の話をするとですね、今回はですね、ちょっと一緒のチームで動いています、スタッフに、問題が、ありましてですね、ちょっとこのチームではもうやっていけないっていうね、ところがありまして、続けることが、できなく、なってしまいました。本意ではないんですけどですね、やっぱりその色恋沙汰がですね、チーム内で起こるとですね、いろんなことも含めて続けづらいっていうかですね。笑ってるやん。なんなん、笑ってるやん。だからあれでしょ、スタッフと付き合っちゃったんでしょ。どうかな、それはちょっとここで別に言うべきことじゃないかなって感じですけどね。なんでそんな開き直ってるんですか。じゃあちょっと神妙な面持ちにしときますよ。本当にすいません。はい、すいません。ちゃんとやってくださいよ。はい。なんとかこうって笑ってるやん。おお、なんか悪いなと思ってますよ。はい、どうぞ。これはね、はい、この動画は完全にやらなきゃいけないんですよ。もう、はい、完全に神妙な形でやって、はい、で最後に、もう、2022年シーズン総チェックはもう今日で終わりです、総チェックは今日で終わりですっていう、もう続けることができませんでしたっていう、この3年目、はい、3回目のこの企画なのよ。3年にまたがって、はい、お約束なのよ、はい、この時期、うん、今までは2人でやって、1人でやってたけど、はい、今回は袴田さんを出してこの神妙な形で総チェックを終了するっていうのをスーツまで持ってきてやってるのに、はい、なんで笑ってんですか。バレるじゃないですか。面白くなっちゃうんでちょっとでそこカットして続ければよかったのに、もう続けようとするから。そういう問題じゃないんですよ。こんなんもうワンカットでいかないとカットしててもそんなことできないんですよ。これはもう年に一度の視聴者の皆さんに仕掛けるお約束の、はい、要はドッキリ企画なの。視聴者の皆さんをドッキリさせるっていう、はい、お約束企画なのに、うん、最初の3分ぐらいでみんなドッキリしたんじゃないですか。したかな、うん、何笑ってんすか。泣いてるふりしようと思ったんですよ。なのにちょっともうひっくりくるもんね。それじゃあもう女優業いけないよ今のは。もう面白かった、面白かったじゃないんですよ。え、だちょっと待ってください。私が今本当にスタッフと誰かと付き合ってるとか思ってるじゃないですか。今ちょっと話合わせましたけど。そうじゃなかったですか、うん、全然違いますよ。ちょっと今年は企画考えてきたんだよ、はい、袴田さんがスタッフと
付き合っちゃってもう続けられないからもうやめますよっていう視聴者の皆さんにドッキリ込みの総チェックは今年これで終了ですっていうのをくっつけてやろうと思った俺が考えてきた渾身の企画よ。一回ちょっとこっちで佐藤さんにドッキリ仕掛けようって何回かちょっと話し合った時に、私と先生が付き合ってるっていうのを佐藤さんに嘘ついてドッキリどうかなっていう案もあったんですよ、いやそしたら言うよ、そうな可能性はあるなと思ってたっつって言うでもそれで動画投稿絶対終了しないですよね私と先生がもし付き合っても関係ないですよ。もうそしたら夫婦チャンネルすればいいんじゃないって言って何笑ってんすか、もうせっかくやったのに。いや、すいません、ほんと。まあ、ということでね、はい、まあ、2022年も総チェック、おしまいです。はい、佐藤さん、お疲れ様でした、ね、長い、俺もっと早くやめたかったのになかなか優勝が決まんないから、はい、もうずっとやっちゃって、でもなんか本当にね、業界の方、あとテレビ局とかラジオ、そういう制作部関係の皆さんは、本当に総チェックを見てその選手の状況を確認しに来てるらしくて、はい、私も結構次の日なんか野球の仕事があるって時に、佐藤さんのでなんて言ってるかなってやっぱチェックしてから行ったりしますもん、俺結構どの選手も触れるから、新聞扱わなかったりテレビ扱わなかったりして情報が世に出てない人もよかったらいいって褒めるから、それをなんて言ってるか聞きに来るらしくて、あとベストナイン選ぶじゃないですか、 あれでなんか今週の良かった人っていうのを結構こうバンと知られるので、 あれいいですね。あれ一言コメントは気にしてないですか。一言コメント結構関係ないのも多いじゃないですか。俺めっちゃ考えてんのよ、あれ一言コメント。なんとかたいとか、いやいや、それ知ってるわみたいな。でもウエストなんとかフィリピス高校とか分かんないじゃん、キューバとかドミニカとか、まあ、知らないですよね、はい、それが終わりっていう動画を今年も3年目にして撮ろうと思ったら、そんな大爆笑。でもあれじゃないですか、前回去年かな、スーツ着てこれで一人で正座して撮られたじゃないですか、めっちゃバッドボカーって多かったですからね。でもコメント欄にもあったのよ、えお約束なのにまだ分かんないのっていう人たちもいたから、あ常連さんは分かってくださってたんですね。今年も、もしバッドボタンが多かったら、だから新規の人が多いってことだね。あ、だから逆にいいことかも分かんないね。そうですね、でもちょっと今年私に新しいこの要素がありますからね。そうだね、で笑って、どうしたんやってちょっと早めに笑っちゃった。早いよ、あと1分ぐらい俺いけたのに。いけました。全然、いやこう私も頑張ってこらえようこらえようとしたのにちょっとダメでしたね。まだ気持ち作れてなかった。作れてなかったの、ちゃんと作ってください。本当はだから悪いなっていう気持ちを持って臨まないといけないのに、でも私ともしスタッフ付き合ってて何が悪いんだろうって思って臨んじゃったから笑っちゃったんですよね。じゃあちょっとあれかな、設定がちょっと悪かった、設定がちょっとあんまちょっと台本が悪かったから。あ、そうかもしれないですね。じゃあそこらはまだ1年後、来年はどういう丁寧謝罪に来るか。いやこれ、3点目で3回とも騙されてたら、その人も素直だね。素直ですね。しかも新規の方ですね。そうですね、ということで、今シーズンもこれにて2022年総チェックやっと終わりです、皆さん1年間ね見てくれた人本当にありがとうございました。終盤ねちょっと再生回数少なくなりましたけども、まあこれは毎年のことなんでね、仕方ないですけどもね、1年間お付き合いいただき本当にありがとうございました、これからねオーシーズンになってさらなるね面白い企画どんどん出ますので引き続きお楽しみください、それでは袴田さんは誰とも付き合ってないし全部嘘でした。一番本当なのは総チェックが終わりっていうことが言いたかっただけです、さよなら。